ヌーのゴメスこと、ヌーのミゲルソアレス・ペレーラ・リベーロは、ポルトガル出身、同国代表の元サッカー選手。ポルトガルスーペールリーガの SL ベンフィカでは、首相も務めた。現役時代のポジションはフォワード。ゴメスは愛称であり、FC ポルトのストライカー、フェルナンド・ゴメスにちなんで名付けられた。 1995年ワールドユース選手権と1996年オリンピックでも出場経験があるが彼が国際的に注目を浴びるきっかけとなったのはポルトガルが準決勝に進んだユーロ2000であるこの大会で4得点を決めたがフランスに敗れた準決勝で判定に抗議した結果7ヶ月の出場停止処分を受けてしまいパウレタにスタメンの座を奪われてしまった しかし、ユーロ2000での活躍を買われて、イタリアセリエへの悪婦フィオレンティーナに移籍した。移籍1年目は、同胞の司令塔、ルイコスタ、復活したエンリコ・キエーザとのトライアングルが機能し9得点を上げたものの、ルイコスタが去った2年目は目立った活躍はできずに、ポルトガルに戻った。地元開催のユーロ2004では、スペイン戦で決勝点を決めている。決勝トーナメント進出には、 勝利が必要な状況か、値千金のゴールであった。2006フィファワールドカップでは、3位決定戦で、ヌーのバレンテに代わって出場。ルイス・フィーゴのクロスを頭で合わせ、得点を決めた。ユーロ2008予選では首相である、ジョルジュアンドラーデが、怪我などで不在の時は、首相代理を務めた。クラブレベルより、代表チームの大舞台での勝負強さが目立っている。 しかし年齢に加えて、怪我も多く、リーグでは決定力不足で決められないことも多いためか、ポルトガルのメディアでたびたび叩かれるようになり、代表チームの首相代理という扱いについては、ファンからも疑問視されることもあった。ユーロ2008では、アンドラーでの怪我が治らず復帰できなかったことにより、首相として正式に任命される。ポルトガルは準々決勝のドイツ戦で敗退したものの、 一得点を挙げた。2002から03シーズンにベンフィカに復帰し、公式戦292試合に出場し、126得点を記録している文字通りチームの顔として活躍した。2011年7月5日、自身35歳の誕生日に SC ブラガと一年契約を結んだ。2009年を最後に代表から遠ざかっていたが、2011年8月10日の、 ルクセンブルクとの親善試合で2年ぶりとなる復帰を果たした。2012年7月3日、フットボールリーグチャンピオンシップのブラックバーンにフリーで移籍。契約期間は2年。2013年6月28日、話し合いの末契約を解除することで合意し、クラブを退団した。翌年4月、現役を引退し、ベンフィカにスタッフとして舞い戻った。 美形選手として知られ、ポルトガルでは、女性だけでなく、ゲーからも人気がある、ユーロ04の時のゲーサイトでの人気投票は、クリスティアーノ・ロナウドに次いでの2位だった。日本を含めた国外でも知られている。国内限定で、マクドナルドやアディダスなどの CM に出演していたり、時々サッカーに関係ないテレビ番組のゲストとしても、出演していたりしている。男女問わず、 ファンにはとても親切で、マスコミにも誠意を持って受け答えしている。2007、2008年の夏に行われていた、ポルトガルの彼をたまに暗氏のポルトガルの芸能人と、スポーツ選手のセクシーな人物ランキングの投票の男性部門では2位に、大差をつけて2年連続第1位に輝いており、30歳を過ぎても根強い人気を誇る。サッカー史では、 U2 の熱狂的ファンであることを熱く語っていた。幼馴染みの前妻、イズメリアとの間にローラという小学生の娘がおり、溺愛している。2006年7月に弁護士のパトリシア・アギラルと再婚して2010年7月4日に息子が生まれている。5つ下の弟、シアゴリベーロは、ポジションは兄と同じく FW、カブリーグのクラブ所属の選手だった。 ありがとうございます。